契約書。俺の親父の話を書きます。親父はタクシーの運転手をしています。夜中2時を過ぎたくらいだったそうです。一人の40代くらいの男性が病院から乗ってきました。行き先は違う近所の病院でした。 ミナリはきちんとした黒の背広姿で、おかしな様子もありませんでした。車中、男性はカバンから A4 サイズの書類を取り出し、一枚一枚を丁寧に見ていました。目的の病院に着くと、男性は、運転手さん、悪いが少しの時間だけ、待っててもらいたいんだが、 すぐに片付く用事だからそれにこのあと違う病院にも行かないといけないからと言いました親父は「いいですよ」と承諾しましたが代わりに無賃乗車を防ぐため荷物を置いて行ってもらうことを勧め男性もその通りにカバンにあった封筒だけを取り出して 後の荷物はすべて置いて車を降りていきました男性が降りた後親父は男性の見ていた書類が気になって好奇心で見てしまいました書類は何かの契約書みたいなものだったそうですが気になったのが名前の横にハンコではなく 母音が押してあったことでした。でも車中が暗いのと男性が本当にすぐに帰ってきたので細かい部分までは見ることはできなかったそうです男性が急いで病院から出てくるのが見えたのでタクシーのドアを開けましたその時男性の後ろ女性が追って てくるののが見えたのです親父はその女性にただならぬ雰囲気を感じました男性は「この女性は無視して今すぐ車を出してください」と意外に冷静な口調で言いました親父は言われた通りにしようと反射的にすぐに車を出し バックミラーも何も怖くて確認できなかったそうですその後男性は小さな声ですいませんと一言言ったきりずっと無言のままでまた違う病院の前で降ろしそそくさと病院の中に入っていったそうです男性を降ろした後 すぐに会社から無線が入りました至急家に連絡を欲しいと家族から電話があったという伝言でした家に連絡するまでもなく親父は妻が死んだことを悟ったそうですというのは俺の母親は持病の心臓病を患い もう長く持たないと医者に宣告されていました。親父はこの話を10年近く経ってからようやく話してくれました。小さかった俺にショックを与えないように配慮してくれたんだと俺は思っています。当時は 自分の愛する人の死のショックでその男性について深く考えることができなかったそうですがあの男性は何者なのかあの書類の中に母親の名前はなかったのだろうか追いかけてきた女性はあの「すいません」の意味は親父は今になって 考えてしまうそうそです「俺は俺で母親の葬式の記憶の中にある母親の亡きの親指がかすかに赤かったことを親父には言えないままでいます」「10年後くらいに話そうと思っています」